アウトレットコンサート長江は千葉県長生郡長良町にかつてあったアウトレットモールである。2004年3月18日に開業したが約5年後の2009年3月31日に閉鎖された。運営は長江ショッピングリゾート株式会社である。2004年3月18日に長江ダムの近隣にオープン。当初は TBS。 王様のブランチの当時の人気コーナーであった女王様のお買い物で紹介されると注目度が高かった。地元タウン市の千葉ウォーカーでも頻繁に特集が組まれた。しかし、口述の様々な理由により売り上げが低迷し、2009年3月31日にラジコン天国の閉店をもってアウトレットは閉鎖された。後地には2009年9月に新たな商業施設、 ロングウッドステーションがオープンした。現在は状況が変化しているが、下記は閉鎖当時の交通アクセスを示している。解体中の観覧車このほか、2008年までは観覧車もあった。様々な理由があるが、主に以下のようなことが指摘されている。ありがとうございます。